ジェフリー・スティーブン・マシスは、アメリカ合衆国フロリダ州ジャクソン軍、マリアナ出身のプロ野球選手。宇ト右打ち、ロサンゼルス・エンゼルス時代2001年6月5日に行われた MLB ドラフト一巡目追放で、アナハイム・エンゼルスから指名され、プロ入り。同年、早速、マイナーリーグで試合に出場。パイオニアリーグのルーキー級プロボエンゼルスで29試合に、 出場して打率300をマークした。2002年は A 級シーダーラピッズカーネルズで128試合に出場。打率287、10本塁打、73打点を記録した。続く2003年は A 級ランチョクカモンガクエークスと A 級アーカンソートラベラーズの2球団合計で121試合に出場して打率315。 13本塁打はいずれも2002年の数字を上回り、打点も68打点を記録した。2004年は年間通じて AAQ アーカンソーに所属。前年よりも少ない117試合の出場で、自己ベストの14本塁打を放ったが、打率は入団以来最低の227に終わった。また、三振も自身初1 0 3三振以上を喫した。 2005年8月12日のシアトルマリナーズ戦で代打としてメジャーデビューを果たした。また、この年はマイナーリーグでも111試合に出場して自身初の20本塁打を記録するなどパワーヒッターとしての一面も見せるようになっており当時監督のマイクソーシアからも期待を寄せられていた。2006年は23試合の出場で打率145に終わったが いずれもメジャーリーグ初の本類打と打点を記録し、経験を積んだ。同年は、トリプル A 級ソルトレークスティンガーズでも99試合に出場して打率。289、5本類打45打点という成績を残している。2007年は7月にメジャーリーグに昇格し、さらに多くの試合に出場。だが、 それまでエンゼルスに在籍していたモリーナ兄弟の後釜として大きな期待をかけられていたプレッシャーからかマイナーリーグで残していたような成績を残すことはできなかった。同年残した成績は打率211、4本塁打23打点という成績でありマイナーリーグでも66試合で打率244に終わっている続く2008年は 正保守のマイクナポリが肩痛で故障者リストに入った影響もあり、自己ベストとなる94試合に出場。打撃面では打率、194、9本塁打、42打点と打率が202さえ届かなかったが、守備面ではボールブロック技術やプレート周りの守備などでナポリよりも優れた守備力を発揮した。数値的な面でも実際に、 キャッチャー防御率が3.66、投類阻止率21.9%と、ナポリよりも優れた数値を示した。一方で、悪送球が多すぎるという課題も出てきた。2009年、2年連続で、シーズンの半数に当たる81試合以上の試合に、出場。打撃面では、打率、211、5本塁打、28打点という数字を残したが、 依然として打率は、220を超えない状態が続いた。一方、守備面では、ジェレッド、ウィーバー、アービン・サンタナとバッテリーを組んだ、サイの相性が良く、ナポリとバッテリーを組むことが多いジョーソー・ンダースも、マシスと組んだ時の方が高騰する傾向が見られるなど、前年の評価に違わぬ結果を残した。また、プレイオフでは15打数8安打で2塁打5本を放ち、 ヒンダの保守というイメージを払拭した。そのため2010年は、ウィーバーやサンタナが登板する試合を中心に、スタメン出場することが予想された。期待されて臨んだ2010年は、開幕3試合目から打率、300を維持するなど、守備のみならず打撃面でも、数字を残していた。しかし、4月19日の試合で、ファウルチップを手首に当てて骨折。 やむなく故障者リストに入ることになった。復帰までは約3月を要し、復帰後も打撃、守備両面で低迷した。特に守備面では投類阻止率の低下や、ボールブロック能力の低下による、大量のワイルドピッチ誘発などの影響が見られた。2011年は、正捕手のナポリが放出されたため、ハンク・コンガーと正捕手の座を争った。 トロントブルージェイズ時代2011年12月3日にブラッド・ミルズとのトレードでトロントブルージェイズへ移籍した。2012年は主に JP ・アレンシュビアのバックアップを務めた。また2試合でマウンドに上がった。8月14日に総額300万ドルの2年契約を結んだ。マイアミ・マーリンズ時代2012年11月19日にジョシュ・ジョンソン、 マーク・バーリー、ジョン・バック、エミリオ・ボニファシオ、ホセ・レイエスとのトレードで、ユネル、エスコ・バー、アデー・ニー・エチェバリア、ヘンダーソン・アルバレス、ジャスティン・ニコリーの、アンソニー・デス・クラファニー、ジェイク・マリスニックと共に、マイアミ・マーリンズへ移籍した。2013年は、正捕手ではないが、チームの保守陣では、中心格の存在として73試合に出場。バッティング面では、 相変わらずの低打率。181だったが、5本塁打、事故2位の29打点を記録した。守備面では1失策、守備率。998 DR、DRS プラス5というハイレベルな成績を残した。2014年は64試合に出場し、打率。200、2本塁打、12打点をマーク。守備は失策、守備率。 d r s すべてで前年と同等の値を記録した。オフの10月31日に、マーリンズが150万ドルの球団オプションを行使した。2015年は出番が大幅に減少し、ここ9シーズンでは自己最小の32試合の出場に止まった。打率は、100台に逆戻りして16、161だったが、ホームランと打点は前年と同数だった。 オフの11月2日に FA となったが、12月19日にマーリンズと1年150万ドルで再契約を結んだ。2016年も JT リアルミュートの控え保守という立場で41試合の出場に止まった。オフの11月3日に FA となった。アリゾナダイヤモンドバックス時代2016年12月5日に、 アリゾナダイヤモンドバックスと2年総額400万ドルで契約を結んだ。2018年7月9日のサンディエゴパドレス戦ではスタメンで出場しながらも同点で迎えた延長16回からは投手として登板した。しかしエリック・ホズマー,アーに勝ち越しの本塁打を浴び敗戦投手となってしまった。同年は63試合でマスクをかぶったが フィールディングバイブルアワードに選出された。レギュラーシーズン終了後の10月18日に FA となった。2018年11月16日にテキサスレンジャーズと2年契約を結んだ。2020年オフの10月28日に FA となった。2021年2月にフィラデルフィアフィリーズとマイナー契約を結んでスプリングトレーニングに参加していたが、 3月24日に自由契約となった。その後、3月30日にアトランタブレーブスとマイナー契約を結んだ。5月2日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。5月19日にディエフェとなり、翌20日にマイナー契約で参加のプル a 級グイネットストライパーズへ配属された。マイナーリーグに回されてからは、 試合に出場することなく、シーズン終了後にフリーエージェントとなった。打撃においては、通算打率、通算出塁率、通算オプスプラスなどの指標で、メジャーリーグ歴代ワーストランキングの上位に顔を出している。例えば通算打率は、通算3000打席以上のメジャーリーグ選手の中では、ビルバーゲンに次いで、史上2番目に低い。こうしたことから、 史上最低の打者の一人、歴史的にひどい打者などと評されている。守備においては、フレーミングやショートバウンドした、投球のブロックが巧みである。またリード、つまり、配球の面で所属チームの投手やコーチから、特に高い評価を得ている。ただし現状では、保守のリード力の考説を、客観的に評価できる統計的指標が存在しない。 マシスの保守防御率は同じチームの他の保守よりも優れているもののセーバーメトリクスで保守防御率は保守のリードを評価するための信頼性の高い指標とみなされていない。こうしたことからマシスは統計では進化を判断できない選手であるとも評される。ありがとうございます。